東京戦略社長大学ナンバーワン経営戦略の西村健二です。まあ、ナンバーワン実践会の西村と言っても構わないと思います。それで最近つくづく感じていることがあります。それは経営とは何かということです。まあ、ドラッカーさんの定義もありますが、それも大切ですが、別の定義を考えました。あるいは経営において本当に必要で忘れてはいけないことです。忘れてはならないことです。それはこちらを見ますね。忘れてはならないことです。それはですね、経営とはまたビジネスとは需要を満たすことです。需要とは何かというと、需要ですね、需要とは何かというと、お金を払ってくださる必要性ということです。やはりビジネスはこのお客様のお金を払ってくださる必要性を満たしていくことが大事になっています。そうしないと商売そのものが成り立たないわけです。で、今シャープさんも含めて多くの企業さんが、特に日本の大手メーカーさんが厳しいのは、もう需要そのものが満たされているということですね。市場に飽和しているわけです。例えばこれからも大型の液晶テレビをこれ以上買おうっていう人はそんなにもいないんですよね。1万どころか5000どころか、この間47インチがヤマダ電機で69,800円で売ってましたね。もう本当に価格破壊っていうか、別の言葉で言うと、もう需要が満たされてしまってるわけです。でそこでいくらビジネスとしても厳しくなってきます。特に、中小企業の経営者は、満たされていない需要、つまりお金を払ってくださる必要性を見つけるということが経営における非常に大きなテーマ、命題になってくると思います。そういうものがまだまだあります。実はうちの勉強会で結構あるんですけども、その場合言うと具合悪いか分かんないんでここで言いませんが、満たされていない、需要、お金を払ってくださる必要性、それを探していくことは今何より与えられた経営者に、特に中小企業の経営者、あるいは個人事業主に与えられた大きなテーマ、命題だと思います。でちなみにうちの東京戦略社長大学もある意味ではそのような満たされてない需要を満たす、つまりお金を払ってくださる必要性を満たしているものだと思います。というのは今そういう良質な経営者向けの、特に中小企業や個人事業主向けの講演会がないんですね。これなんで気づいたかというと、実際やってみて気づいたわけです。だからそういう満たされてない必要性っていうのは、実際に市場にぶつけて、まあ、テストケースでもいいからぶつけて見つけていくものだと。そしてそこにおいて、ピーター・ドラッガー大先生が言ってるように、予期せぬ成功として見つかってくるもの、そういうもので満たされてない必要性を見つけることができるということで、一つのヒントとして申し上げておけたらと思います。もう一つ大事なこともありますので、次のビデオでそれ申し上げたいと思います。以上です。東京戦略社長大学西村健二でした。